皆さん、おはこんばんにちは。おっと、おっとっと、おっと、おっ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 と、おっとっと、おっと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 じゃーん。どうも、ご視聴ありがとうございます。ボスビッツです。ウォッチドックスレギオン。今回の動画は、各地区の反抗的の度合いをマックスにすることで獲得できるキャラクター8体を紹介していこうと思います。まあ、全部で8地区っておかしいね。8つの地区がありますんで、まあ、全部で8体キャラクターを獲得することができます。で、今回は4体、半分の4体を紹介していこうかなと思います。ではまずね、どっから行きましょうか。ですね。こちらにしましょう。カムテン、ハッカー。熟練工作員。もしや取り込み中でしたか？まあ女性キャラクターでしたね。これみんな違ったりする可能性もありますね。ボスビックは女のキャラクターでした。ではまずスキルとか見ていきましょうか。まずウイルスハック。ハッキング中キーを長押しすると効果範囲が大きくなる。どんな距離からでもアクセスキーを盗める。で、触覚。敵にダメージを与える触覚を使用できる。時折、ハッキング中にお金を入手することができる。そんな感じのスキルになってます。それでは、触覚ハックを使ってみましょう。おぉ、単体ではなくて、近くにいる全員がショックによって感電すると。これ自分のデッドセックメンバー。これはね、紹介しようと思ってたんですけど、ちょっと入院しちゃったんで、これ明日に回します。この他にもアクセスキーをどんな範囲からでもダウンロードができるという、まあミッションには非常に役立つスキルを持っております。で、ショックは一定時間経過するとまた復活して使えるようになると。で、あとはまあハッキング中にたまにお金を入手することができるっていうのがハッカーでした。まあハッカーは以上になります。で、次イズリントン&ハックニー。こちらで入手できるのはサッカーフーリガン。サッカーフーリガンどんなキャラクターか見ていきましょう。まあビールの一気飲みっていうのがありますね。ビールを一気飲みして自分で酔っ払うと。で、酔っ払うことによって防御力が上がる。そしてあと仲間を呼ぶことができると。で、3人来るんですね。で、もちろんこの仲間もデッドセックに勧誘しようと思えばできます。まあ、結構意外とスキル持ってる仲間が来るのかもね。ちょっと可愛いんじゃない？可愛らしいですね。踊っちゃおうかな、可愛いから。で、あとタフな酔っ払い。まあ、酔っ払ってる時に近接攻撃の、まあ、防御力が上がると。で、あと KO パンチっていうのがありますね。使ってみましょう。あ、本当だ。本来はね、HP が少なくなると、最後に、まあ、決めパンチみたいのを繰り出すんですけど、その必要がなくノックアウトすることができる。強いけど別にそんな必要性は感じないかな。じゃあ、一気飲みして終わります。で、次！タワーハムレッツ、逃走ドライバー。地名が難しいね。これ。ディアタクール、逃走ドライバー。意味が不気味。もしや取り込み中でしたか？あなたのスキルが必要です。じゃあやろっか。うわ、やっぱり不気味。ではまずスキル紹介していきましょう。まあ、逃走ドライバーということだけあって、このスポーツカーの専用車を持っております。これはどこでも呼ぶことができて、新車で戻ってきます。で、交通整理、このバツボタンを押すことで、まあ、近くにいる車両が一定時間、このように、交通整理されます。交通整理といってもなんか、いろんな方向にぐちゃぐちゃぐちゃって動き回るんで、まあ、逃走中とか後ろからついてくる車両をうまく巻くために使用したりっていうのもいいかもしれないですね。あと、進路が塞がってる時に、まあ、無理やりこじ開けたりとか、あとね、飛んでるドローンとかにも効果があるみたいなんで、まあ、非常に、本当に逃走には向いてるスキルになってます。
どのくらいで回復するのかな、数えてみましょうか。7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35秒ぐらい、30秒ですね。30秒だから回復したんで、もう一度車両が多いところで使ってみます。お、いいんじゃないですか。挟まれちゃった、ちょっと意味ないな。まあでも一定時間ずっと起動してるんで、逃げてる時とか本当いいかもしれないですね。まあもちろん歩いてる時も使えると思います。ちょっと気になるんで調べてみよう。歩いてる時も使用できました。あとはまあこういった違う車両でも使える、使えますね。このスキルを持ってればどんな車両に乗ってても歩いてても使用できるスキルとなってます。この他にも近接武器、バールだったかな、バール持ってますね。相手がガードしててもそれを通して攻撃を入れることができるバールを持ってます。バールですね。それと遠くに行ってしまった自分の車両もまた呼び出すことで新車になって戻ってくると。素晴らしい。ちょっと面白いからもう一回やっちゃおう。次、それでは4体目、本日最後になります。ウェストンミンスタースパイプラス、スパイプラスでいいのかな、スパイを紹介していこうと思います。中国人かな、かっこいいです。準備はよろしいですか。でまず武器ですね。サイレンサー付きのピストルを装備することができます。でスパイカークローク、体健全スパイカー、スパイカーを呼び出すとスパイカーが来ます。このスパイカーはどんなことができるのか見ていきましょう。エモートはちなみにこんな感じになってます。クズ。はい、ではスパイカーの紹介です。普通の車両と何が違うか、ミサイルを放つことができます。しかもこれは弾数が無限になってますんで非常に強いです。交通整理なんかよりこのスパイカーの方が強いんじゃない、逃げるときは。まあただね、爆破しちゃうんでどうしても追ってから逃げ切るっていう点ではやっぱ逃走ドライバーの方が向いてるのかなと思います。待機中の全ユニット、ただいい感じに手配度が上がってきましたので、なぜ手配度を上げているかと言いますと、ありましたね、スパイカーのクロークってやつですね。そろそろ使ってみましょうか。こう逃げるときにステルスになります。すると追われている警察官の警察車両から簡単に逃げ切ることができます。逃走ドライバーよりいいやん。まあ、ただミッションの最中に逃走しろみたいなミッションもあったりするんで、そういう時は逃走ドライバーの方がいいのかもしれませんね。まだあります、スパイウォッチ、近くにいる全ての武器を使用不可にする。これ武器相手じゃないとちょっと分かんないんで、まあ一応使いましたけど分かんないですね。ただ一定時間経つとまた使用できる、強いですね。それでは本日は4名ご紹介いたしました。明日は残りの4名を紹介しようと思います。それでは本日も最後までご視聴本当にありがとうございました。ボスビックでした。さようなら。Was wrong to say